奈良国立博物館は奈良県奈良市の森王寺町にある独立行政法人国立文化財機構が運営する博物館である館長は松本信幸。2019年3月31日時点で国宝13件、重要文化財113件を含む収蔵品の総数は1908件。これとは別に国宝53件、 重要文化財305件を含む総数1974件の帰宅品を収蔵している。2018年度の展示会件数は232件、展示総件数は462件、同年度の来館者数は約53万人で、平常点来場者は約14万人。仏教美術を中心とした文化財の収集、保管、研究、 展示を行うとともに、講演会や出版活動などを通じた普及活動を行うことをしたる活動内容としている。展示施設は、本館、本館付属棟、東新館、西新館、地下回廊がある。このうち本館は、赤坂離宮などを手掛けた宮廷建築家、片山東熊の設計により1894年、竣工したもので、 明治期の洋風建築の代表例として重要文化財に指定されている。展示品は、館倉品のほか、奈良県下を中心とした社寺や個人からの帰宅品も多い。毎年秋に実施される焦燥院展の会場でもある。館は1895年帝国奈良博物館として開館した。開館までの前種として、 奈良博覧会の存在を感化することはできない。1874年、当時の奈良県御礼、藤井千が中心となり、官民合同の奈良博覧会社が設立された。翌1875年開催された第一回、奈良博覧会は、東大時代仏殿と周囲の回廊を会場として、焦燥院宝物をはじめ、社寺や個人から出品された、書が、古記物 動植物標本、機械類などを陳列した。80日間の会期中に延べ17万人が訪れる大盛況であったことが当時の記録からわかる。その後なら博覧会は1877年を除いて毎年開催され、1890年までに計15回を数えた。当時、東京上野にはすでに宮内省所館の博物館があったが、 1889年、区内大臣通達により東京の博物館の名称を帝国博物館に改めるとともに、京都と奈良にもそれぞれ帝国博物館を設置することが決まった。機関としての帝国奈良博物館の発足はこの時である。こうして、幸福寺休憩台である現在地で1892年より建設工事が始まり、1894年に、 本館が春工。翌1895年4月29日に開館した。館長は奈良県知事、古沢修が兼務していたが、1895年10月に山高の仏らが館長となった。1900年には、館名を奈良定室博物館に改めている。この古障は1947年まで使われた。 1895年の開館時の出品目録を見ると、魚物の廃借品、東京の帝国博物館からの出品、および個人所蔵者からの出品に限られており、社寺からの出品はこの時点ではまだ行われていなかった。前述の魚物廃借品には、放流事件のお宝物の聖徳太子像、ホッケギショ、竜首水亀、麻薬婦人および自社像などが含まれている。また、 この時、東京の帝国博物館からの出品された作品の一部は1904年に帝国奈良博物館に寄贈され、現在も奈良国立博物館の所蔵品となっている。社寺からの帰宅出品が盛んになったのは、1903年に開催された奈良県下国宝展が契機になったとみられる。1947年、新憲法の交付とともに、 博物館は文部省に移管され、国立博物館奈良文館となった。奈良国立博物館という名称に変わったのは1952年からで、ある。所管は1950年文化財保護委員会、1968年文化庁に変更し、2001年からは、独立行政法人国立博物館、2007年からは、 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館となっている。その間、1972年には、吉村純造の設計による新館が完成し、焦燥院展は新館で開催されるようになる。また、本館と新館は地下道で結ばれるようになる。百九十七年には、やはり吉村純造の設計による東新館が完成し、従来の新館は、 西新館と解消する。両新館は統一デザインを採用し景観の調和を図っている。これに伴い新館側の入り口が両新館の間に新設されたエントランスホールに変更され、本館を結ぶ地下道も新たに作られた地下回廊に変更され、ミュージアムショップや軽食ラウンジ、トイレや簡単な展示パネル、仏像の構造や、 印象の解説の展示などを備えた無料ゾーンとなっている。2002年には古美術商店、普言堂創業者、坂本五郎から寄贈された大量の中国古代制銅機の常設展示スペースとして本館付属旨に制銅機関として開設されている。2010年には本館が展示室をリニューアルして新たに奈良仏像館として再オープンした。なお、 両親館は2階のみが展示室となっている。和辻哲郎の小児巡礼にも当時の奈良帝室博物館が登場する。当時の博物館には法隆寺のくだら観音像、幸福寺のアシュラ像などの美術史上著名な作品が数多く帰宅、展示されていた。小島帝一奈良帝室博物館を見る人へ安藤恒成。 美術史上の奈良博物館によると、当時の当館には、幸福寺から八部修造、十代弟子像、無弱、世信像、北遠道四天皇像、金剛力士像、天陶器、竜陶器像などが帰宅され、他に、法輪寺国像菩薩立像、大安寺洋流、観音立像、秋篠寺義芸天立像、立花寺日螺立像、海竜王子五重小等、 元号寺五重小等などが帰宅展示されていた。第二次大戦後、各地の社寺において、鉄筋コンクリートの宝物館、収蔵庫の新設が相次ぎ、博物館に帰宅されていた仏像等は、元の寺院に返還されるケースが多くなっている。1922年12月18日、来日していたアルベルト・アインシュタインが来館している。当日の日記には、 日本の芸術について深い印象を覚えた旨が記された。2020年2月27日から同年3月15日にかけて新型コロナウイルスの感染拡大に伴い他の国立博物館とともに臨時休館措置が取られた。独立行政法人国立文化財機構所有奈良国立博物館保管の国宝は以下の通りである。詳細は 奈良国立博物館仏教美術資料研究センターを参照1980年に新設された仏教美術資料研究センターでは仏教美術に関連する資料の作成、収集、整理、保管を行っており毎週水、金曜日に限定して一般に公開される1983年から奈良国立博物館の所属になった建物は 1902年に竣工した、関の正し設計の旧奈良県物産陳列所である、ありがとうございます。